第2回全統共通テスト模試の結果でございます。私はログイン済みでございます。ここにあります。実行採点とそもそも合ってたのかと。多分志望校判定ですね。なんでなんでじゃないですよ。全然違うんですけど、これはどうしたもんですか。やっとれてると思いました。富士大化そうだ、始まりました。もちチャンネル。さあ、はい、ちょっとだけ遅刻してきました藤川さんです。ああ、すいません、はい、道が分からなくて。ではでは、やりたいと思います。今回はですね、はい、第2回全統共通テスト模試の結果でございます。はい、もうここに隠してますけど、もう結果で分かるんですか。はい、私はログイン済みでございます。ここにあります。へー、はい、そちら見ていきたいと思います。はい、私ですね、舌を2回噛んでましてね、声がはいおかしくなってると思うんですけど、はい、なんでかなんですか。普通にご飯食べてて、あーってで、はい、はい、すごい痛いんで今、はい、片っぽが口内炎になってて、はい、とてつもなく痛いんですが、さあ、ではですね、はい、実行採点とそもそも合ってたのかと。多分。おお、自信満々ですね。いや、多分なんで自信満々。合ってたのかと、そして、うん、志望校判定ですね、はい。はい、そちらできるのか。あ、声張ってくださいね。いつも大変です、音量上げが。この間、はい、まだ出てないですけど、この間撮影したやつもめちゃめちゃ音量上げが大変だったんで。あ、はい、分かりました、はい、では行きたいと思いますね。普段はね、この藤川さんなんかね、喋ってる滑舌をいじったりテロップでしてるのに、俺の方が滑舌が今日悪いっていうことなんですか。まず前回ですね、チリ B からですね、はい、はい、自己採点結果34点でした。はい、さあ何点だったのか、チリ B 発表します。なんか普通こっちから発表するのね、これが発表するんでしょう。はい、チリ B は29点です。なんでなんでじゃないですよ。5点違うんですけど、はい、ずれてますが、偏差値 31.4、 学力レベル F ノーコメントですか。まあ、ノーコメント、ノーコメントって なんで違うの。それこっちが聞きたいですよ。ちゃんと見てくださいね、終わった後の自己採点どこが違ったのか出ますから、結果ね、どの設問が合ってたとか出ますので。あえてなんか封筒で送られてくるんでしたっけ、郵送で。知らない。でもネットで見れるよ、どこがってどれ間違ってるかって確か。はい、続いてが国語でしたね。覚えてますか、国語。うん、悪かった記憶しかない。国語は60点って言ってました。200点満点中ですね。だから3割なんですが、40点。うっそー、ちょっと20点も高く読んでんですけど、それは何かの、それは何かの間違い。それぞれちょっと見ますね、はい、原稿か。はい、ほんまや。偏差値 33.1、 学力レベル F ということで、はいね、現代文のまず最初のやつ、評論が16点って合ってます。ただその後の現代文、文学の方ですね、物語小説の方が言ってたのが22点って言ってたんですよ。てんちゃん7点です違いますよ、だいぶ違うよ。全然違いますね。全然違いますじゃない、どういうことや。で、第3問が5点って言ってましたけど0点ですけど、もったな、もったな、どういうことだ。はい、古文7点合ってます。漢文10点合ってます。なんか合ってますを言うのなんですかね。まあ、ということでだいぶ第2問と第3問が違うということで、ここで足されてますよ、点数。はい、20点足されちゃってますけど、ということで第2問ちょっと違いすぎない、さすがに。さすがに、さすがに自分のことですよ。はい、続いてリーディングですね。英語リーディング40何点、43点って言ってました。はい、英語リーディングは43点でした。43点合ってましたよ。あ、合ってたんですか。はい、だからなんか意外と英語リーディングできてて、はい、おーみたいなね、はい、はい、ちゃんとそこは合ってました。はい、ちゃんと、あ、英語リーディングは偏差値 47.3、 学力レベル D ですね。はい、はい、よかったですね、英語リーディングは F じゃなくて、はい、D でした。学力レベルから偏差値 47.3 です。よくはないですからね、はい、50いってないですから、はい、それはもう分かってます、よくないのは。はい、でも解けたんですか、本当に。勘じゃなくて。勘じゃないです。本当ですか。じゃあリスニングは勘でしたかリスニング44点って言ってましたね。はい、36点です、はい、何なのこれ、おかしいでしょ。答え合わせするものが違うよ5点、違う、8点違う。うん、8点違います。いいよ、そんなところで暗算力出さなくてもいやいや、この後の数学で絶望するんだから、はい
偏差値 42.1 学力レベル E ということで、リスニングが取れてないですけど、これはどうしたもんですか。いや、取れてると思いました。取れてると思いました。なるほど。英語は合計で79、偏差値 44.4 学力レベル E ということになりました。はい、まあ200点満点ですからね。じゃあ続いて数学です。見たくないです。スイッチ A、 自己採点では21点でした。はい、はい、本番は13点。本番はじゃねえや、13点でした。本当は偏差値 20.9 学力レベル F。 F ですね。 E よりも下があるんですね。 F、 A、B、C、D、 なんか言われてもね、富士川の F だみたいなね。はい、ちょっと自己採合ってないじゃないですか。ちょっと自己採もらないでください。自己採もらないでよ。で、数 2B、 27点と言ってました。はい、15点です。これまた10何点違うんですけど、はい、偏差値 25.4 学力レベル F ということで、ちょっと数学も合ってないんですけども、これはどういうことですか。どういうことですか。わからないです。不安だよ。本当に英検できたのかよ。もう英検の発表ももう間近ですよ。もう怖いわ。英検昨日だと思ってて。昨日じゃないよ、出てなかったでしょ。全然出てなかったです。昨日出ててくれればさ、1回で撮影するのにまた来なきゃいけないよと思って。トイックもですか。トイックはさすがに無理ですね。週に俺3日も来れないです。じゃあ英検も来る。英検も来る予定です。あ、はい、なんで12日の夜、夕方ここに来れると一番ベストです。12日なんか予定あった気がする。ちょっと予定あった気がするとか言わないでください。ダメです。開けてもらいます。こじ開けてください。はい、だってそんなんさ15分ぐらいじゃん、どうせ撮影。まあ、はい、おっしゃる通りです。みんな知らないと思いますけど、めっちゃ短いです、うちのチャンネル。はい、総合出てますね。英数国総合が偏差値 34.5F。 続いて物理です。はい、物理が34点と言ってましたが、37点上がってる。なんでやねん。偏差値45、学力レベル D。 なんでこっちの人なんですよ。なんで上がってんですか。いや、もう計算ですよね。はい、分かんない。科学38点と言ってましたが、はい、科学は30点。8点下がってます。はい、偏差値 43.3、 学力レベル E。 物理と英語だけ D ってことですね。はい、続いて情報、はい、45点と言ってましたが42点です。一番良かったんですよって言ってたけど、英語に負けてます。英語リーディングより下ですよ。はい、でしかも偏差値が実は一番低いです。 19.8、そうなんですか。 F、 100点満点でしょ。そうです。200点、つまりめっちゃ簡単だってことです。みんな取れたってこと。だってあなたも何の勉強もしてないで取れたわけじゃないですか。まあいい、同じようにみんな常識で取れたってことです。すげえ。はい、ということで 19.8 ってすごいな。サムネ確定ですか。19.8 って、いやいやいや、情報なんて別に何の参考にもならんし。国理6から8型、はい、6教科8科目型、285点で偏差値 33.4 学力レベル F。 はい、で理系としては 38.5 ということになりました。どうですか感想を。言ってください。もう言葉も出ないです。はい、わかりました。じゃあ志望校別判定いきましょうか。それぞれの知ってます、志望校別の判定があるって。はい、岐大を確か、はい、岐阜大学医学部、当然 E でございます。950点満点中325点、ボーダーラインは770ですから。 F じゃない、 E 判、 F はないでしょ。あ、 F はない。あの志望校判定には223人中第一志望者219位、後ろに4人いた。総志望者すごいとか言わない。861位、869人中、なるほどね。だって平均674点の中で325点だからね。あ、はい、ダメだ。え、今更。はい、次、名古屋市立大医学部と E 判定ですね。はい、はい、203点です。600点満点中、ボーダー492点で244人中240位、後ろに4人いる。総志望者数847人中840人、後ろに7人いる。平均422、またこれもダブルスコアつけられてますよ、平均と志望者の、うん、ということです。続いて大阪公立大学医学部、E 218点、675点中でボーダー581、508人中の500位ということで第一志望。
またこれも平均492だからダブルスコアつけられてます。で、総死亡者は1314人中1298。後ろがいるっていうのがね、ちょっとこの人たちはなんで書いてるんだろう、医学部を。ただ書いてるだけなのか。続いて、富士大化。はい。もう書いたね。慶応系列です。はい。そうなんですか。600点満点中 40.7。 偏差値かこれ、偏差値でしか出ないんだ点数。 40.7 で、第一志望者数が339人中332。やっぱ後ろがいる。974人中956。やっぱ後ろがいる。まあ偏差値40で58ぐらいが平均だった。受かるには65の偏差値ぐらいが必要ですね。はい。続いて関西医科大学。ああ、関西医科大学も書いたんですね。で 41.1、 ここも偏差値だね。値、第一志望者619人中606位、1443人中1414位が総志望者で、まあ 59.3 ぐらいの偏差値が平均で、ボーダーとしては70必要だからね、偏差値。いかないって難しいんですね。いかないってもう当たり前、医学部はもう全体として難しいですから。ああ、はい。最後、岐阜大医学部看護ですね。はい、500点中173点、ボーダー295。第一志望者のやつが146人中142位、総死亡者数が563人中552で、まあ271点ぐらいが平均だけど、173ということでございました。さあ、これが現実でございますが、この現実を見てどう思いますか？いや、医学部どうします？いや、目指しはする。あ、そうなんだ。目指しはするけど、うん、まずはちょっと今僕が考えてるのは、うん、あの英語だけにまず切り替えて、うん、英語だけ集中 してやろうかなって考えてます。あの松原さんと相談して、うん、それで、どうするの？その後医学部英語教官ってまずないと思うけど、まあもうそれ、はい、それはもう分かってるんですけど、まず英語だけやって、うんまあ、うん、まあ、はい、なんて言えばいいか分かんないんですけど、なんて言えばいいか分かんない。まあ、ただ、模試は受けるじゃん。模試は受けるけど、英語だけやってってこと？まあ、英数、あ、数学が増えた、はい、そういうことで、はい、それで自己採点とずれてはいたということです。自己採点より低かったということで、ちょっと自己採点できるように頑張ってくださいます。今後、記述模試もありますからね、はい、それがもう待っていますので、はい、ということでした。次回は、使う、そうだね、英検も3級の結果出ますから、はい、今週出ます、はい、みんなだかダメだろうダメだろうって言ってるけど、本当なのか。いや、そう簡単に産休は落ちないんだよ。ここの言葉が変な伏線にならないといいんですけどね。僕さすがに受かってると思ってるんで。俺も思ってるよ。いろいろなんか言われるけど思ってるからね。それでダメだったらビビるわ。はい、はい、ということで、だからさ、ユタボンがさ、5級から受けるって言ってさ、英検5級から受けるってさ、はい、動画出したけど、さすがにどっちができますか、藤川とってコメント来てて、さすがに電池の方ができるでしょうって思っているのですが、ではでは、英検の結果、トイックの結果を待ちましょう。はい、ありがとうございました。はい、ご視聴ありがとうございました。テキボーチン、次はちゃんと自己採できるようにね。はい、よし、 OK、 はい、次の模試って申し込んだんでしたっけ？わかんない。